さあ始まりましたブラックパイナー SOS の YouTube。 イエイイエイイエイ。はい、今日はどこからお送りしているかと言いますと、はい、ここはですね、太田プロの、はい、事務所の前、ね、はい、前ですね。だから、弟子になりたい人が待つところですね。そんなシステムもうないでしょ。あ、本当ですか。はい、はい、今日はですね、何の日かと言いますと、はい、Twitter 鬼変身から2日後です。はい、そういうことでございます、ね。はい、というわけでちょっとどれぐらい登録者が増えてるか、はい、2日経ちまして1日後の時点では何人増えてるか、37人増えてまして、はい、はい、で2日経ったら多分もう爆睡してた人もさすがに起きてるし、さすがに起きてるんで、はい、トータル47名増えましたね、登録者数。じゃああと1人で、はい、アイドルグループが作れると。48人48になればね、はい、アイドルだったらなれますけども、はい、まあ、そこそこ増えましたね、そうね、よかったです。それでね、うん、じゃあなんで事務所に今日来てるんだって言いますと、はい、実はもう昨日の時点で、はい、取材が入ったんですよ、ね、そうなんですよね、はい、あのツイッター鬼変身やって、はい、まあ、もちろん普通の方々にもやったんですけど、はい、もうなんか企業の公式アカウントみたいにも僕もバカなふりして行ったんですね、突撃したんですよ、はいはい、YouTube 始めましたもん、はいはい、したら昨日うちの事務所から連絡あって、はい、だから鬼変身のもうすぐ数時間後、はい、したら、そのなんか企業から取材が入ってるよって言われて、その会社名聞いたら僕が突撃した。すごいね、なんか個人の取材もちょっとあるし、なんかね、だからいっぱい撮ってくれるみたいで、なんかね、しかもなんかちょっとイケメンに聞きますみたいな感じだったから、ちょっと髪の毛直さなきゃいけないんでちょっと早めに切りますね。いいよ、別に期待してない。当たってんじゃない、当たってんじゃない。改めまして、はい、その27年間追ってきた、はいはい、ファンの方にメッセージをください、はい、そうですね、たまに久しぶりにライブとか来てくれる方もいるんですよ。その昔応援してましたとか、ライブに、はい、はいはい、昔ファンだったの久々来ましたみたいな、はい、で前言われて驚いたのがなんかいつ再結成したんですかみたいなこと言われて、いやいや僕ら一回も解散してないんですよって言うんですけど、ブラパイワオ、いや内藤さんにはぜひ俺のかっこいいところをかっこいいところですか、うん、かっこいいところ教えてもらいたいんですけど、はい、かっこいいところで言うと、じゃあ、僕、まあ、結婚してまして、はい、プロポーズをしたのが、はい、香港でした。おー、かっこいい。はい、かっこいいですよね、はい、香港行って、で、香港に100万ドルの夜景が見えるっていうところがあるんです、はいはいはい、山の結構トロッコで上にずっと行って、そうすると香港のもう街中の夜景が見れるって、100万ドルの夜景が見れるっていうスポットがあって、はい、で、そこで僕はプロポーズしようという。はい、はい、はい、そうです、はい。それ何？そのイメージ。古いんだよ。古いギャルなんだよ。はい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 、はい、はい。あ、ちょっと待って。はい。はい。ジュナンボーイっぽいやつ欲しいですよね、はい、やっぱり。そうですね。じゃあ、ジュナンボーイ。背が、そうですね。背が高いんで。阿部寛っぽく。なるほど。はい、はい、それ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 、そう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 、はい、はい、はい、かっこいい笑うなよ笑うなよ、かっこいいんだから乗せてくれてんだよ、笑うなよって感じで、笑うなよ、はい、はい、それ笑うんじゃないですか、はい、月刊テレビジョンの表紙みたい、週刊だ、なんか古いんだよな、もっとなんか20代前半みたいにできないの？どういうイメージなのお前。